ジョバンニ・プリウーリは、ベネツィア学派のイタリアの作曲家、オルガニスト、ベネツィア出身。1600年以前のことは不明であるが、1600年から1605年まで、サンマルコ寺院のオルガニストジョバンニ・ガブリエーリの助手を務めた。1607年には、サンマルコ寺院の副オルガニストに就任した。サンマルコ寺院には2台のオルガンがあり、第1オルガニストのパオロ・ジュストと、第2オルガニストのガブリエーリのいずれかが病気、または旅行の時に代理で演奏した。サンマルコ寺院での職務に加えて、1609年からスコーラ・グランデ・ディ・サン・ロッコ教会のオルガニストも務めた。1614年、または1615年に、ベネツィアを後にして、オーストリアに行き、フェルディナント大公の宮廷の上級、カペルマイスターとなった。1619年に、フェルディナント大公が、フェルディナント2世として神聖ローマ皇帝に即位すると、彼に随行して、ウィーンで引き続き上級カペルマイスターの職を務めた。ノインキルヒエンで死去。作品には、宗教曲と世俗曲の両方があり、作風も保守的なスタイルと複合唱などの進歩的なスタイルの両方がある。特に彼はドイツ語圏に複合唱をもたらした一人である。彼のマドリガーレは、ポリフォニックなルネサンス音楽からコンチェルタートやモノディを用いたバロック音楽への移行を示している。ありがとうございます。